どうも、田畑ブラザーズです。兄の屋敷です。本日もですね、行きたくないシリーズやっていきたいなと思います。こちら大人気企画でありまして、なぜかね、この行きたいと行きたくないっていう両方の動画を基本的にはセットで出すようにしてるんですけど、行きたくないがね、伸びるんよね。行きたくない高校っていうのは本当にね、その言うの辛いっすよ。辛いんですけども、やっぱりね、僕はもともとね、大阪桐蔭高校というところで野球をしてまして、そこでね、甲子園で優勝したりとか、そういう経験もさせていただいたので、その経験とか、周りのね、野球してる方たちの意見とかの情報交換とか、そういうのを踏まえまして、今回大阪で行きたくない大学ベスト3発表したいなと思います。これに関しては僕大学行ってません。行ってないんですけども、進路選ぶ際にちょっとここ嫌やなみたいな感じ、ここは絶対ないなみたいなところ名前上がってましたし、今回は結構トレンドな大学かなとは思うんですけど、みんなも、全国的に聞いたことあるような名前やし、プロ野球選手も輩出してる大学やと思います。で、実際ね、僕これはほんまに大学は僕は辞めてる身ですから行ってないんで、もうほんまのガチのガチの部分は体験はしてません。実体験はしてませんけども、実際に体験した友達から話を聞いたことありますし、ね、いろんな進路決める際に噂なってた話などをしていけたらなと思います。で、皆さんもね、大阪で行きたくない大学があれば言っていただけたらなと思います。まあ、この行きたくない大学、大阪編なんですけども、まずは僕の基準としましては、野球できる環境ですね。まずこれが一つで、あとは監督スタッフとかがどうなのか、大学からのその後の就職とかはどうなのか、いろいろあると思うんですけども、どうなんだろうな、これほんまに大丈夫かな、あとはまあその先輩から酒飲まされる系とか、よく遊びに走っちゃう大学系とか、ちょっとそういうのもね、入れていきたいんと思います。これはね、もう最初に言っておきます、約10年前の話ですから、まあ最近はまあ知りませんっていうことにしときます。最近の話ではないということにしといたら、おそらくこの動画って成立すると思うんで、最近ではないですよ。10年前やから、もう10年ってすごいで、ほんまにすごい月日経ってますからね。それでは大阪桐蔭4番が選ぶ大阪で行きたくない大学第3位、はい、こちら田畑ブラザーズオーダースーツでございます。今年の秋冬のトレンド、グレーとレッドです。皆さん覚えておいてくださいね。で、こちらの裏地がちょっと派手に遊びまして、そしてグレーとレッドということやったんで、僕はこちらの裏地ワインレッドにしました。みんなもね、かっこいいスーツ着ていろんなとこ行ってください。田畑ブラザーズオーダースーツ、ぜひ秋冬モデル検討お願いします。こちら田畑ブラザーズオーダーユニフォームでございます。ぜひ皆さん概要欄から LINE 登録して見積もり発注よろしくお願いします。第3位、近畿大学です。すいません、近畿大学はですね、もう近年では大阪の人とかは行きたい大学ランキング1位です。まあ、そう、野球部じゃなくてね、一般生が1位なんですけど、近大だけはないなぁ、みたいな話をしてましたよ。でも僕らの、その大阪桐蔭っていうか、強豪校の認識としては、その当時ね、今は知らんけど、当時はその、プロ志望届を出した人たちの、滑り止めで行くような大学です。なので、裏を返せば、プロ志望届出すような、プロ中の人たちが近大にみんなバーンって行くわけよ。じゃあ近大めっちゃ強いんじゃねってなんねんけど、弱いんすよ。当時の話ですよ。弱いんですよ。で、これがなぜかというと、パチンコ女です。近大はパチンコ女ですね。やばいな、これ。大丈夫かな。まあ、なんか近大は、だから、その、ほんまに、そういう認識でしたよ。プロ行く権利持った人たちがみんな行ってんのに、伸び悩むっていうような環境っていうのを、大阪桐蔭では言うてましたね、当時は。まあ、でも、最近は結構有力選手が行ったりしてたかな、主力選手とかが。行ったりしてたんやけど、僕らの時で言うたら、だからそういう噂があったんで、結局、確か誰も行ってなかったんちゃうかな。行った、一人行ったかな。
一人行ったかもしれないですけど、どんな感じかって言ったら、メンバー外の子たちが推薦で行くようなところかなっていうイメージです。レギュラーが行くっていうのは、2万パーぐらいなかったっすね、当時は。っていう大学の位置づけでした。なので、近畿大学は、ポシャル伸び悩むっていうところで行きたくないです。続きまして、大阪桐蔭4番が選ぶ、大阪で行きたくない大学。第2位。大阪商業大学です。ね、こちらはね、ちょうど僕らの時ぐらいに監督変わったんやったかな。確かその、もともと今の監督さんじゃなかったと思うね。今はその監督なんか知らへんねんけど、めちゃくちゃきついらしいっすよ。監督が怖いらしい。大学やのに。大学ってなんかその、スタッフ緩い感あるやん。監督がめちゃくちゃ怖いっていうのが、全体的に広まってます。あと確か坊主やったんちゃうかな。坊主じゃなかったかな。ちょっとその辺は定かではないんですが、監督が怖すぎるっていうので、被害者の会が、僕の同級生で行ってた子が、から聞きました。監督と会わへんから野球やめましたっていう子もいてたんで、だからその練習内容とか詳しく聞いてへんねんけど、最近、本当に今年とかも、すごいね、これ有力選手バチーンって集まったりとかしてて、もうびっくりっすね。大阪桐蔭で大商大行くっていうのはもうありえなかったんですよ、当時は。なかった話。もうそんな監督えぐいとこ行きたないし、みたいな感じの認識やったんですけど、今その全国から有力選手集まってるってことは、それだけの魅力あるんじゃないかなと思いますけどね。まあそのしんどいきつい監督怖いっていうのは絶対知っとるはずやから、うん、まあ今変わってんのかどうかわかんないですけど、大商大はねほんまに行きたくないですね。関西で言うと一番その厳しいんじゃないかな。いろいろ厳しいと思います。ただその野球できる環境とかはそのなんていうの、もうがっつり野球したい人、そういう人はおすすめかなと思いますけどね。それでは栄えある第1位行かせていただきます。もうめちゃくちゃ行きたくないですねこれ。大阪桐蔭4番が選ぶ、大阪で行きたくない大学。第1位。大阪産業大学です。大阪産業大学はね、大阪桐蔭の隣のグラウンドで練習してるんですよ。大学生たちが。で、なんかみんないろいろスクーター乗ってきたりとか、山登ってきたりとか、車で乗り合わせてきたりとかね。結構自由な感じで、なんすけど、結構ね、その、大学生を見る機会があったんよ、その寮にいてる時とかに。うわぁ、こんな奴らだけにはなりたくないな、みたいな、立ち振る舞いをしとってん。と、まあ、一応言われてんのが大阪で一番遊べる大学と、一応野球をしながら遊べる大学と、大阪桐蔭では言われてましたけども、まあ、大阪桐蔭から基本的にはもう、絶対行かないですね。行く人は変更やと思う、だいぶ。大阪産業大学の、野球部の大学生を間近で見てるわけやから、それを見てて行こうとは思わないんよ。まあ、その内容は、その とにかく、とやかく言いません。その、タバコ吸ったりとか、ユニフォームの着こなしダサいとか、まあ、そんなんはもうええんですよ。言わないですけど、言うてもかな。まあ、なんかダラダラやっとるわけですよ。まあ、でも、その、僕のほんまに仲いい友達が、大阪産業大学に行ってしまってて、同期のね、友達が行ってたんですけど、和歌山の強豪校にいてて、大阪の情報何も知らないじゃないですか。その友達はめちゃくちゃいいやつで、野球も真面目なんですけど、とんでもなく頭が悪いんですよ。ほんまに足し算ギリできるか、引き算は怪しいみたいな感じの友達だったんで、多分大阪産業大学ぐらいしか、入れるとこなかったんな。で、その友達からすると、大阪にも野球留学してきて、俺はもうガチで野球をするんやと。一人暮らしもしてバイトもしながら、自分で学費も稼ぎながら、こうガチで野球して野球で就職するんやという思いでやっとったんですよ。で、結局友達はキャッチャーやったんやけど、確かベースナインとか取ってたんちゃうかな。そこそこ頑張っとってんけど、かなり後悔してましたね。なんで俺はもっといいところに行けなかったんだと、大阪産業大学になぜ来てしまったんだという。まあ最終野球は頑張ってましたけど、和歌山の人らは間違った認識をしてるかもしれないんで言っときますけども、大阪産業大学はやめといた方がいいですよ。野球をガチでする場所じゃないですね。大阪産業大学はスロットを勉強する場所です。かなりスロットは上手になれますけど、野球はどうなんすかね。まあ僕のその友達は
結構下級生の時から活躍して主力級で軟式野球に就職しましたね。大阪産業大学は厳しいぞ、うん、まあ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 あんまり皆までは言えないですね。というわけで大阪で行きたくない大学ベスト33個挙げさせていただきました。まあ大阪ってほんまに無数に大学あるんで、ほんまにもっといろんな大学あると思うんやけど、結構この3校は僕たちの時代で言うと行きたくないに名前が挙がってましたけどね。またね、行きたい大学、そして関東の行きたくない大学とか、この動画が好評でしたらやっていきたいなと思います。まあ高校編はね、一応関西と関東やらせていただいて大変皆様から好評いただいたので、ちょっと大学編は挑戦ということで、まあ基本的にね、僕の周りの野球してる友達っていうのは大学行ってる子が多いから、その大学の情報とかはある程度把握してるつもりなので、それでは続編こうご期待ということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。